本日はご来場ありがとうございます。11月6日、新木場スタジオコーストで行われます、DDT フェス2016、まあ、さまざまなアーティストさんに参加していただきまして、ライブと試合を交互に行うし、形式となっております。現在、決定しております試合が2試合、高木三四郎、井伏康太、樋口和貞、井橋豪太組対佐々木大輔、石川修司、遠藤哲也、マットポーリー組によります、スタジオコースト全面を使った路上プロレス、そして、現在アメリカにプロレス事業に出ております入江茂弘が、一時帰国いたしまして、この大会のメインで試合をいたします。原島坂口幸男組対竹下幸之助、入江茂弘組、この2試合決まっておりましたが、さらに追加カードとしまして、もう2試合決定いたしました。男色 D の渡瀬瑞希組対高尾相馬明人 with ディッシュと、このカード決定いたしました。まあ、決定した経緯といたしまして、8月の両国国技館大会に、ディッシュさんが T シャツバズーカの、まあ、発射手としてご来場いただいたんですが、その時に、まあ、男色 D のが、まあ、イケメン好きでありますんで、急遽ディッシュさんに襲いかかって唇を奪ったと、そういうことがありました。ディッシュさんがですね、それに納得できずに、こんなんじゃもう納得できないんで、ぜひ、6日の11月6日の DDT フェスで男色 D のとやらせろと、男色 D のとやらせろとですね、要望を突きつけてまいりまして、ちょっと事務所側とも相談した結果、まあ、ウィズという形ではありますが、男色 D のの対面、対峙する形になりました。またですね、D の以外の3名、渡瀬瑞希、高尾相馬、秋人、DDT が送るイケメン揃いでございますので、ディッシュさんのファンにとってもですね、興味深い試合になるんではないかなと思っております。そして、もう一試合、カメレオ軍対マッチョ29軍全面対抗戦といたしまして、大橋徹、赤井咲、島谷信弘、以上カメレオ軍対諸橋聖也、佐伯玲香、レディービアード、以上マッチョ29軍、この、対戦カード決定いたしました。今日はですね、カメレオさんとマッチョ29さんに来ていただいております。どうぞステージ上にお願いいたします。それではですね、両チームに意気込みを聞いてみたいと思います。それではマッチョ29さんお願いいたします。はい、では順番にさせていただきます。はい、よマッチョ29の高瀬レポです。チャームポイントは代表金でーす。よっしゃー、博士いってみよう。マッチョ29の菅原竜馬、チャーム筋肉は背中の広がり、広背筋です。よっ、広いよ、羽ばたいてる、羽ばたいてるよ。でかいよ。次、両者いってみよう。マッチョ29、田中亮、チャーム筋肉は上腕二頭筋。オッケー、でかい、でかい、肩がめろ、肩がめろ。よいしょ。今回ね、カメレオさんと対決をさせていただくっていうことなんですけど、はい、我々マッチョ代表として今こちら、ここにいるわけなんですけど、カメレオさん、ビジュアル担当としてやるわけですが、このビジュアル系っていうのとマッチョっていうのはもう古来からずっと争ってきたんですよ。もう何を、もう何の美しさとは何なのか、うん、もうそこを極めようと思って結局進んできたんですけど、道を間違えてしまったんですよね、2つとも。2つとも間違えてしまった、はい、水と油ですね。そう、水と油で、今回どっちが本当に強いのかっていうのを証明させていただきます、うん、インディの対決で、はい、させていただきます。はい、マッチョ軍として、まあ、諸橋聖也選手、佐伯玲香選手、レディービアード選手、その3人が、まあ、入ったわけなんですけども、はい、そのメンバーについてはどうでしょうか。そのいいですか、はい、僕からいいですか、うん、レディービアード選手、あの僕が素晴らしいと思うのが、あのサイズです。何よりもやはり筋肉といったら、はい、でかいのが全てなんですよ。おプロレスラーといったらでかいのが全て、うん、一緒なんです、うん、結局でかくて身長がでかくてサイズもでかい、それが全てなんです、うん、それから言うと諸橋選手、うん、あの選手ほど体がでかい人はいないんじゃないかと。キレッキレですよね。でかいですね。その中でちょっと個人的な意見なんですけど、はい、お佐伯選手、
あの美貌、あの筋肉、まさにマッチョと言わずしてなんという最高でしょ、はい、そのメンバーがいるので我々は無敵です。無敵です。わかりました、それではカメレオさん一言お願いいたします。はい、自己紹介させていただきます。はい、僕たち歌って踊れるエンタメビジュアル系ロックバンド、俺たちがせーのカメレオだ。ありがとうございます。でも以上ですか。もういいか、もういいか。自己紹介は、はい、はい、意気込みを聞かせていただきたいんですけど、意気込み、はい、そうですね、まあプロレス、まあ、マッチョと、音楽ビジュアル系、まあ、先ほど話もありましたけど、はい、まあ、相反するものではあったんですけど、まあ、僕たちには音楽という武器があるんで、うん、音楽という武器で彼らをボッコボコにしてやりたいなと。ね、4000年続いてるわけなんですけども。4000年続いてるんですか。マッチョ対ビジュアル系の戦いが圧倒的な力で、はい、ひねり潰してやりたいと思いますね。なるほど、なんかおいおい、なんか好きに言わせといたら、ちょっと待って、慌てるな、だいたいな、お前らな、背中とケツになんかプロテインの書いてんだろ。あ、もうケツなんかこっちはもう擦れちゃってんだよ、文字が。一生ぐらいしっかりしてこい、お前。そうだ、意識、そういうとこだぞ、お前。意識が足りてない。なんでこんなに稼いでるか言ってやろう。俺らはな、ジムでしっかりスクワットをやってきてるからだ。スクワット、うん、スクワット、大体な。スクワットを知らないのか。スクワットじゃあやってみろ、ちょっと。ちょっと、スクワットお願いします。はい。バーを担いで、下がって、よいしょ。いい深さ、いい深さ、ナイスバトル、北海道、北海道、よしよしよし、いいわ、メシでやると、よっしゃ、輪を担いで、はい、一歩下がって、下がって、で、しゃがむ、大体はそんなの重い筋肉持ったらな、お前ら戦ってもな、パンチ当たんねえんだよ。何パンチが当たらない。当たらない。その前に、まず君たちのパンチを俺たちにやってみろよ。こんなこと言うの言ったらもう大好きよ、お前。俺やったね。よく行け、見せてやったね。見せてまずキックはどうかだよ。よいしょー、もっと本気でやるよ。本気でやるよ。よいしょー、一人、あ、いいよいいよ、ちょっと剥がしていいですか。おう、で、腕曲げてください。最初に腕曲げてください。腕を並べて、しょうがねえな。うまい、そのサイズの力上げろ。腕曲がり、ダブルスクワリのダブルスクワリ、これ腕じゃダメだよ、これ足で比べないと。腕と足で比べない。男の太ももと、お前らな、好きだらけなんだよ。カメレオ軍のリーダーのノブ、そしてビジュアル界の総大将ノブだ。よ、リーダー、リーダー、よ、リーダー、リーダー、リーダー、お前ちょっと、お前柴谷だろ、柴谷だよな。ノブだ。ノブだ、リーダー、ノブだ。お前カメレオ軍のリーダーだったのか、お前なんでそんな格好してんだ、おい。見せてやれ、リーダー。おい、お前らよくもうちの若い子をいじめてくれたな。お前のがうざいだろ。なんでうざい。うざいぞ。マッチョ29だか31だか銀河鉄道39か知らねえけどな。3桁の回転が。おい、お前らよりな。おリーダー、リーダー、よ、リーダー、リーダー、俺の方がおお、マッチョなんだよ。せーの、ダブルバイ、はい、せーさーい、リーダー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 
と11月6日までちょっと持ち越しということでお願いします。それではですね、ここでマスコミの皆さんから質疑応答などございましたらお願いいたします。いや、もう終わったよ。リーダー、リーダー、完全なる負けだよ。リーダー、リーダー、完全なる負けだよ。カメレオ軍の皆さん、はい、しまった、ノブさんはカメレオのリーダーということで大いいんですよね。カメレオ軍のリーダー、リーダー、リーダーだ、一応カメレオ軍のカメレオ軍のリーダーで、そのメイクがビジュアル系のメイクということなんですが、それは今何点ぐらいのメイクなんですか。これはちょっと半世紀前のビジュアルでも、ね、頑張ってくれたんだけど、そうですね、四半世紀前のビジュアル系になっちゃう。ちょっと時代が当日にはしっかり仕上げてくれる、はい、ちゃんとレクチャーしたいと思います。当日にはね、今風のスタイリッシュなビジュアルメイクを施しますので、はい、楽しみにしていてください。パートナーには大橋選手と赤井選手もいるんですけども、はい、その二人にもビジュアル系のメイクはするんですか。もうガンガンしてもらいます、ね、もちろん、うん、大橋選手にもビジュアル系のメイクをするって。そう、可能なら。大橋さん分かってますかね。はい、元相撲というか力士で、はい、黒豚と言われてるぐらい黒くてですね、そう、常にオールバックしか髪の毛セットしてない方なんですけど、いや、まあ、カメレオ軍でね、こう行くってなったらもう大橋さんもビジュアル系に変貌するということです。すごいことになります。分かりました、はい、楽しみにしております。ありがとうございます、はい、他に何かございませんでしょうか。ノブリーダーはこう得意なものとか何かあるんですか。ビジュアルだぞ。歌ったりとか、そうそう、弾いたりとかできるわ。そう、弾いたりもできる。曲歌っていただいてよろしいですか。おぉ、行ったれ、いいや。ノブさん、得意のペニシリンを歌ってもらっていいですか。ペニシリン、くれない歌ってやる。あ、くれないでもいいですか。はい、エスジャパン、え、じゃあ行きます。くれない、こんな俺をリーダー完全に慰めるやつはもういない。はいはい、リーダー交代いいですか。リーダー、リーダーチェンジで。殺し合いをしてるわけじゃないんで。我々は、はい、他に何か質問ございましたらお願いします。こんな相手なんですが、いかがですか。まあ一つだけ褒めるところがあるとすれば、歌えるっていうところなんですよ。我々も一応ライブっていうのをやらせてもらってるんですけど、我々ライブ中マイクを置くんですよ。 100% 口パクです。おお、そう、歌えない、踊れない、だけど筋肉だけが効いてる我々がマッチョ29です。音楽なめんなよ。音楽なめんなよ。音楽なめんなよ。うるせえぞ、うるせえぞ、うるせえぞ、うるせえぞ。口パクなんですね。じゃあ、そうなんです。あ、わかりました。じゃあそんな音楽を舐めてる奴らには負けられないっていうことですよね。負けられない、はい、もうボコボコにしますよ、もうこんなもんは、はい、